奈良チャンネル。はい、24時間走れる男としろです。私の過去の記録はこちら。はい、今日は9月16日です。で、今のところ走ってる距離が、315キロです。まあ、かける2で600超える計算ですけど、もう少し走りたい感じですね。もう少し走りたいけれども、皆さん朝起きて今日走りたくねえなとか、走るの嫌だなとか思ったことはありませんか？この2日間ですね、特に起きて30分ぐらいかな、もう今日走りたくねえなという気持ちに襲われてます。おそらくですね、オーバートレーニング症候群ってやりすぎなんですよね。やりすぎ練習をですね。で、まあ、そこに入っていくと、まあ、休憩を入れたりとか気分転換を入れたりとかしていく必要があると思います。で、症状的にもパフォーマンスが落ちたりとかですね、こうやって気持ちが乗らないとかっていうのがあるので、ぜひ皆さんもそういった同じような気持ちに入ったらですね、一回リフレッシュするか、もしくはちょっと気分転換とランをするかというところで切り替えが必要かなと思います。というところで、今日私はだから気分転換のランということで、パワースポットに行くために走ってみようかなと思います。ということです。じゃあ福岡のパワースポットといえばどこかなと、有名なところはあれかなっていう感じかな。では走っていこうと思います。じゃあ今日も頑張ります。はい、12キロが経過しました。あっちー、今9月ですけどね、もう今でも34度ぐらい、マックス今日は36度なので、早くマックスになる前に走り終えようと思います。で、今日エネルギーを1個紹介したいんですけど、今一番僕の中でおすすめですね、この大粒のラムネがあります。ラムネ、よく青のケースに入ってこうちっちゃいのコロコロコロって食べてたやつですね、あれをの大粒です。で、成分表示見ても一番初めにブドウ糖って書いてるので、これはブドウ糖が多く含まれてて、でかつ食べやすい、甘ったるくなくてですね、なのでぜひこういうロング走の中でラムネ、特にこの大粒のやつ食べやすいので、ぜひ食べてみてください。あっち、よし、もうちょっと行きます。よし、ではでは。はい、パワースポット一つ目着きました。海八幡です。海八幡、ここは海町っていう町の名前なんですけど、海、山口の宇部の海に美しいですね。で、海八幡っていう名前なので安産の神様で有名です。とうちの子供もここで七五三のお祝いをしましたというところです。なので、もし出産を控えているランナーの方いたら、私今代理でお参りしてまいりますので、まず手を洗います。よいしょ。さあ、到着しました。やはりできれば頑張って、私代わりにお参りいたしますので、
よし、ぜひ出産を控えてる視聴者の方々、今お参りしましたからね、大丈夫です、これで。よし、じゃあ次行こうと思います。はい、まもなく20キロです。ドリンク600ミリが底をついて、どんどん体が干からびだしてるという感じ。暑いですね。さあ今下りを走って目的地まであと 1.5 キロの感じです。どうですかね、皆さん下りを走る時のポイント、こだわりお持ちでしょうか。下りは着地をですね、真下からちょっと後ろについてあげれば、足が勝手に回っていって進んでいきます。なので力むことなく前に進んでいくので、着地点を真下からちょっと後ろこだわってみてください。もう靴が汗でぐちょぐちょで走りにくいけど、目的地までもう少し頑張っていきます。はい、はい、目的地に到着しました。ここはどこでしょう。結構な人だかりです。梅ヶ谷餅、学業の神様といえば、そうです、福岡が誇るパワースポット太宰府天満宮です。よっ、この中で走ってるの僕だけです。よし、さあここからお土産通りを越えて境内へと入っていきます。梅ヶ谷橋、さあ入ってきました。すごい、まだ朝の9時半ですけど人だかり、聞こえてくる言語は日本語だけじゃない、止まってる。よし、さあ太宰府天満宮に行きます。よいしょ、さあ境内に入ってきました。まず手を洗いましょう。手を、お、すごい、ここのは試着がなくて衛生的です。ちょっと順番待ちよ、端っこに見てください。こんな感じで、はい、境内に入ってきました。今工事中でこんな感じで会員の境内が作られて、それでもおしゃれですね、おしゃれ。よし、それではこの番組を見ていただいている皆様、あとご家族の、勉学発展、あと、合格祈願を込めましてお参りさせていただきます。お、こんな感じで今皆さんがお参りしてます。念を込めて私も皆さんの代表でお参りしてきたので学力が上がると思います。よし、ということで、今日はですね、走りの疲れからですね、なかなかやる気が出なかったけれども、皆さんに、パワースポットを紹介すると
いう目的があったので、ここまで21キロ頑張ることができました。ありがとうございました。ですので、画面越しではありますけれども、このパワーが伝わればと思います。それでは、これからも皆さんに元気の出る、映像を届けていきますので、応援していただける方、ぜひチャンネル登録いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、もうからから。またね。